皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。はい、今日は外動画なんですけども、 4,5 年ぶりに横浜中華街にやってまいりました。ちょっと全然背景そんな感じじゃないんですけど、でいつも食べ放題は行くんだけど、食べ歩きってしたことないなと思って、今日は食べ歩きに行っていきたいと思います。ちょっと雨降ってね。早速食べ歩き行ってきたいと思います。 Go! だよね、見て。じゃん、なんだっけ、大論法だっけ、大論法と食べ比べのシュウマイの串です。どこにあんの？肉汁見つかんないんだけど。うん、やけどした。あっつ。うん、めっちゃトマト、うまい。あっくい。ほら。でも、え、うまい。薄いよね。うんうん。想像以上にお肉がジューシーです。ジーパイもいろいろ種類あんだね。店によって。こんな味の濃いもの食べて。できなかった。出方やば。やばいやばいやばい。きゅうりたっぷり。めっちゃカリカリじゃん、下。ガリガリ。まずはちょっと穴を開けて。結構味濃いめじゃない？うん。待って。始まらなかった。ん？始まらなかった。生地がすごい来たので。うん、中華は小麦粉が多い。うん、また来た、ハト。
焼き小籠包は思ったよりも生地がめちゃくちゃしっかりしてる。はい、ということでちょっとエンディングを撮り忘れてしまったので急遽帰りの新幹線で撮ってます。今回は横浜中華街の食べ歩き動画をお届けしました。横浜は夜はコンサート、そして大好きな野毛で飲んで、2日目はこれまた超絶久しぶりの新大久保に行ってランチをしてきました。久しぶりの都会、めっちゃ楽しかったです。またすぐ来たい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。石焼きも、お芋